今日は起業して結果を出すのが早い人が必ずしていることについてお話ししたいと思います。こんにちは、ナチュラルブランディングの村本彩です。今日は起業して結果を出すのが早い人が必ずしていることについてお話ししたいと思います。起業してね、まだ間もなくてもどんどん、まあ、結果を出して、成長していく人と、やっぱり起業してね、もう何年も経ってるんだけれども、なかなかこうね、同じぐらいの売り上げからこう一歩頭を出すことができないっていう方、やっぱりね、いらっしゃると思うんですよね。で、その違いが何なのかっていうことなんですが、今日は最初に結論をお伝えしたいと思います。それは、自分の未来の可能性を信じて先行投資できているかどうかということです。で、この先行投資っていうのはマーケティングではもうとっても大事な基本的な考え方なんですね。で、どういうことかというと、普通のね、個人じゃなくて、まあ、企業でもどんなものでもそうなんですけれども、世の中に商品とかサービスが発売されるまでって1円も売上とか利益って出てませんよね。で、その前に、発売するまでに商品開発費とか、まあ、調査費だったりとか、あとね、 CM だったりするときには CM を作る費、お金だったり、そういうものがたくさんかかって、発売日を迎えてやっと売上が立ってくるわけです。で、その時に、まあ、何千万とか何億っていうお金を事前に、まあ、投資できるのって、しっかりとこう発売した後に売り上げが立つという、このね、このそれだけの売れる可能性があるものだっていうのを信じてるから投資できるわけですよね。なので、まずは自分の、まあ、未来の可能性をどれだけ信じられてるかっていうことにもなってくるんですけれども、その時に大事なのが、自分の今の売り上げから使えるお金ではなく、その未来の自分を見据えた時に、その未来の自分になるために必要なお金としてしっかりと先行投資をしていくということです。なので、今の自分の売り上げからすると、これだけのお金を使うのって、やっちゃダメなんじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけれども、自分が本当にその先1年後だったりっていう時にどこまで目指すのかっていうところで、その目指した時の自分に見合ったお金の使い方であれば、今の自分からすると大きなお金だとしても使っていいと思うんですよね。実際に私自身も、まずね、会社員の頃で、まだ全然起業もしてない、起業準備中の時に一番最初に、ね、払った大きなお金が起業塾へのお金だったんですけど、それは120万で、震えながらね、お金を払ったっていう、本当になんか自分は成果出せるのかなとか、本当になんか本気なのかなとか、このお金無駄にならないのかなっていうふうに思ったりもしたんですが、でもやっぱり未来の可能性を信じて、使ったんですよね。で、そういう学びの絵の投資だけでなく、実際に、ビジネスを進めていくためには、例えば何かね、こうウェブのページを作ったりとか、そういう、まあ、こういうね、動画を撮影するときに、例えば機材がいるとか、これを編集してもらうときに、編集してもらうときにお金がかかるとか、そういうものもあると思うんですけれども、全部は全部自分でやろうとすると時間をたくさん取られて、全然ね、仕事が進まないこと多いと思うんですね。なので、例えばこれは自分じゃなくてもいい仕事だったら外注する、そういうことも含めてしっかりとね、お金をかけていくっていうことが、とっても大事になってくるんですけど、まあ、自分でやったらただだしみたいな感じで、なかなかね、そこにお金をかけられない人が多いかなと思うんです。だけれども、自分の時間っていうものを、その、他の人でもできる仕事に対して使うのか、自分にしかできない仕事に使うのかっていうので、全然こう進むスピードも違うので、自分のお財、今のお財布とか自分の今の売り上げだけで、これをやる自分に見合ってるかどうかではなく、未来を見据えてこれを投資する必要があるか、価値があるかっていう、そういうの目線でどんどんね、投資していったらいいんじゃないかなと思います。
これはまあ無駄遣いをしろってわけではないので、しっかりと自分のその未来の自分にとって必要なものなのか無駄なものなのか、そうじゃない、そこのね見極めは絶対に大事なので、浪費なのか投資なのか、そういうところはしっかりと見極めるね、目を養ってもらえたらなと思うんですけれども、投資だと思うものに関しては、恐れず使っていっていいんじゃないかなというふうに思います。でこの投資するときに大事なのが短期視点で、考えないということです。どうしてもですね短いスパンで、例えば、この投資したものが半年で回収できるか、そういうふうに考えるとなかなかねその半年間では回収が難しいっていうことあったりもすると思うんですけど、ずっと生きる土台となるものであれば、でその1年後2年後3年後見据えた時にそこで投資したものがずっと生きてくるっていうことになりますので、そんな感じで長期視点で、見るということが大事じゃないかなというふうに思います。私が、ね、以前働いてたサントリーで働いてたんですけれども、そこでまあ開発した商品だったりもやっぱり初年度って、ギリギリこうね利益が出るかっていうぐらいの場合が多いんですよね。で2年目3年目っていう形でその商品やブランドが育っていけばいくほどしっかりと利益が出る体質になっていくって感じなので、やっぱり最初初期投資はどんなものでもやっぱり初期投資が一番大きいですから、なかなかそのね投資して最初の1年だったり半年だったりっていうところは、利益が出づらいっていうものはあるかなと思うので、ぜひ、短期視点じゃなく長い視点で見た時に、意味があるものか自分にとって意味がある投資かっていう目線で、考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。あとその時に、自分のねお財布としてのお金がないっていうことを言う方もいらっしゃるんですが、これはですね本当にお金がない、あのね、なかった、ない場合もあるとは思うんですけれども、意外とね使っちゃいけないお金って思ってるけれども、あるお金ってあったりするんですよね。で私はねこれなんかこうね堂々とね言えるほど言っていいことだとは思ってないんですけれども、本当にね自分の準備してる時に、もうちょっと自分のために投資したいんだけれども、なかなかこう手元ですぐに動かせるお金がないっていう時に、子供の、出産祝いでもらったのをもらっていただいたお金を入れてる通帳があったんです。でそれに、50万円ぐらいお金が入っていて、それをねここにはお金があるけれどもこれは自分のお金ではないものに、子供の出産祝いでもらったお金だし、それに手をつけるってなんか親としてどうなんだろうみたいな、なんかモヤモヤねしたのが気持ちがあったんですけど、でも今の自分でやるときにここを、ここにお金があるっていうものがあったので、本当に、自分のね何を大事に選択していくかっていうところではありましたが、そのお金をね貸してくださいっていうことで、使わせてもらって、で起業して1年経った時にしっかりとそのお金を、その通帳に戻したという経験もあります。こんな感じで、ね、これがねいいことなのかどうなのかは人によって感じ方も違うと思うので、それはやっちゃダメって思う方もいるかもしれないですし、そういうことでも、その時の決断だったらそういう、ね、覚悟があるんだったらいいんじゃないかなっていう人もいるかもしれませんし、いろんな考え方があるかもしれないんですけれども、私は自分の未来に対してそれぐらい、信じて、かけてみようと思ってたというところがは一つ言えるんじゃないかなというふうに思います。なのでそういうふうに、私もね、売上を作っていける前までにもたくさん投資をしてきましたし、売上がある程度の規模できるようになってからもどんどんやっぱり常に投資はしています。それは、学びの投資だけでなく実際にマーケティングの戦略を実行していくときに必要な投資ですね。でそんな感じでやっぱり、しっかりと、ビジネスをしていくわけなので、やっぱり使わないのにお金がね売り上げが作ってくるってことはないので、そこをしっかりと見極めながら、だけど無駄遣いはせずに大事に、お金を使っていくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日は起業で結果を出すのが早い人がやってる、ことということについてお話ししてきました。少しでも役に立ったなと思ったら下のいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。今日のこんな動画の感じで、
見てくださっている方のお悩みや、あとはマーケティング情報だったりっていうものを、発信してますので、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そして、マーケティングやブランディングについてもっと詳しく知りたいなという方は、無料の動画を3本プレゼントしています、概要欄のところに URL を貼ってますので、そちらにもぜひ登録してみてください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。